はい、こんにちは。マイケル太郎です。本日はですね、英作文の話していきたいと思います。英参考書はですね、ドーン。こちらですね、竹岡宏信の英作文が面白いほど書ける本、超有名参考書ですね。これを使いながらですね、英作文でどうやって勉強していけばいいんだって思ってる人いると思います。特に現役生ですね、結構、前々から私は、英語はですね、単語を覚えてきてですね、長文読めるぜ、みたいな。もう過去問読めるぜ、みたいな。共通テストの英語も結構読めちゃうぜ、みたいな人ですね。そろそろ英作文やりたいなと思ってる人もいるかと思いますね。2次でですね、文英が出たり、自由作文が出たりする人、そろそろですね、まあ遅くとも9月ぐらいから始めた方がいいと思います。なんで、今回は英作文、まずどうやって勉強していけばいいのっていうのと、この本のですね、使い方をお話していきたいなと思います。それでは、行きましょう。まず、英作文で覚えておかないといけない大前提をお話します。まず、英作文、インプットとアウトプットは分けてください。インプットとアウトプットは分けてください。はい、これ大事なことですね。インプットとアウトプットを分けるということかというと、インプット、知識を入れる、つまりですね、例文を覚えたりとかですね、熟語、イディオムを覚えたり、単語を覚えたり、はい、インプットの部分とアウトプットですね、実際に書いて添削してもらってっていう作業ですね。あれは分けてください。あと、自分で添削するのはもう不可能なので、これは不可能と認めてください。だから自分で添削できたら、あんなで英作書けるはずなんですよ。自分で添削するのはほぼ不可能なので、それは諦めてもらってですね、アウトプットとインプットは完全に分けてください。自分で結構何でもやろうとする人って、インプットとアウトプットでございしながら、例えばこの竹岡の英作文のやつですね、この問題、例題とかがあるんですけど、その例題をですね、実際に書いてみてですね、こう書いたらアウトとかがある、この本を見て添削しようとかするんですけど、もうそれは絶対不可能なんで、だって本に書いてある間違いをあなたが全部するなんていいんですけど、絶対それ以外の間違いするじゃないですか。もうそうなったら無理なんで、それはもう諦めていただいてですね、アウトプットはまあ先生に添削してもらうとか、ですね、していただいてですね、インプットはインプットに特化してください。これ両方やろうとすると無駄に時間がかかるし、効果が薄いんで、もう完全に添削はもう自分以外の人に完全に委託してですね、自分でできるインプット、だから自分で勉強する勉強は英作文に関してはインプットを完全に、インプットをほとんどしてください。だって添削って多分、してもらえても、学校の先生とかそれによりますが、毎日してもらえたら最高ですけど、週何回かとかになってくると思うんですよ。じゃあその週何回かアウトプットの時間として取ってですね、他はインプット。このアウトプットっていうのは、要はあなたの、要はつまり日頃の勉強で文法力不足だとか、勘違いだとか、自分の語彙力とか、それが試される場なんです。つまりテストなんです。チェックポイントなんです。チェックポイントが毎回毎回定期的にあることが大事で、チェックポイントに行く前にチェックポイントばっかやっても、要は数学でですね、僕がいつも言ってる、まず基本的に数学は解放なんだけど、知識量 X が大事だっていう話してるじゃないですか。知識量をですね、じゃあある程度溜まったらテストしてみて、じゃあどのぐらいあるかを確認して、今ここなんだなと、でも自分に必要なのはここなんだ、じゃあこの部分もう一回勉強しようって帰ってまた来るはずなんですよ。なのにアウトプットばっかりするとどういうことが起こるかというと、単純に、現状の実情がここでーす、何回も、あなたのレベルは28です、29です、26ですみたいな、たまにちょっと誤差があったりみたいな感じで判定されるだけなんで、成績全く分かんないですよね。なんでそんなことするんじゃなくて、ちゃんとインプットの時間取りましょう。アウトプットとインプット、当然インプットいっぱいした方がいいんですね。アウトプットはある程度やった方がいいですけど、アウトプットがインプットの量を超えることは圧倒的におかしいので、論理的に明らかにおかしいので、ちゃんとアウトプット1に対してインプットは1以上ちゃんと取る。アウトプットの機会って、少ない人損だって思うかもしれないですけど、月1は明らかに少ないですけど、週1回2回してもらえれば十分ですので、それは毎日してもらえる人はいいですけど、週1回2回出れば十分なんで、その分ですね、アウトプットが多い人と比べてインプットする時間はいっぱい取れるんだから、インプットに時間を割いて、その1回1回のアウトプットできちんとチェック、自分ここ足りないんだっていうのを分かって、ちゃんとインプットしよう、じゃあここインプットしよう、じゃあインプットきっちりやった、じゃあどうだっていう、このサイクルをですね、きっちり回せるように、このインプットの質を高めていきましょう。で、自習でできる部分はですね、インプットが多いので、今回インプットの話をしていきます。で、当然ですね、英作文の参考書って全部インプット用です。アウトプットとして使うんだったら、それアウトプットとして使うんだったら、その本を持ってその添削してくれる人がいないとアウトプットとして機能しません。なんでこの竹岡の英作文も、確かにアウトプットとして使おうと思ったら、例題をですね、書いてみて、で先生に添削してもらってっていうやり方なら全然アウトプットとして使えるんですが、大概の大学はですね、英作文の勉強を全くせずに、いきなり書いて、そこそこ書けちゃうっていうレベルの大学じゃないと思うんですよ。英作文の勉強全くしたことない人が英作文書いたら、もう文法破綻したりすると思うんですね。なんで、一冊はインプットの参考書絶対やりましょう。英作文の大学を受ける人は、一冊はインプットの参考書をやりましょう。それはもう単純に2次の難易度によります。なんで、時間のある人はこれぐらい太いのやってもらっても構いませんし、時間がないと。そこまで時間がないよっていう人は、他のその薄い参考書でもいいので、一冊やるようにしましょう。っていうので、今回竹岡をインプットに使う場合について話していきたいと思うんですが、
インプットっていうのは単純に本当にもう覚えるってことに対してするので、やり方は、例題をですね見てですね、これ書かなくていいです、こういう文章なんだと見て、でその人の解説をバーッと読んでいってもらえば結構です。でその解説を読んでいってもらってですね、まず文法事項がこれで確認、復習ですねできると思います。あ、そっか、そう書けばいいか、文法こうなったなとか、あ、こういうのよく間違うんだみたいなことを確認してですね、例えば刺激動詞とかね、そこら辺の、間違いやすい文法事項ですかに関して、復習をしていって、で回答が大体これ2つあるんですけれども、どちらかでいいです。どちらか自分が覚えやすい方を覚えていただければなと思います。で覚え方はですね、単純に、10回ずつ書いてもらえば全然覚えれるかなと思います。英作文に関しては見るだけじゃダメです。なぜかというと、書くので、実際に書くので文章を覚えてても書けない、スペルミスが起こったりということが起こると思うので、それは非常に問題があるので、スペルミスっていうものが起こらないように、音読だけじゃなくて実際に書くようにしてみてください。英作文ですね、なんかこういう考えの人いると思うんです。文法がちゃんとできていて、単語もちゃんと覚えたら書けるんじゃないかっていう人いると思うんです。それはそうですか、正解なんですけど、入試には一つ重要なポイントがあって、時間っていう制約があるんですね。で、もちろんですね、単語を、きれい、ちゃんとした理解のある文法力で組み立てていけば英文って完成するんですよ。なんでそれでよろしいんですけど、それ時間足りますかってことなんですよ。つまり単語と文法力だけで英作文を書くってことは、本当にバラバラのジグソーパズルを全部一から自分で毎回毎回組み立てるっていう作業になるんですよね。でも入試って結構英作文にかけられる時間少ない大学多いと思うんですよね。ってなったらどうするかというと、ある程度まとまった、ジグソーパズルのパーツですね、じゃあ8個ぐらいまとまったこの一部とか、このある程度先にまとまったものを作っておくんですよね、自分の頭の中に。それがインプットなんですよ。だからフレーズを覚えたりするんですよね。それあとある程度まとまった部分、例文を覚えるのもそうだと思うんですよね。ある程度例文ってもう完全に主語と、動詞も全部一致っていうので、そのまま映せるってことはないと思うんですけど、主語を変えたりとか動詞を変えたりすれば機能するっていうのが多いと思います。それをやってるのは何かというと、大きいジグソーパズル200ピースのジグソーパズルを埋めてくださいっていうのが、あなたの志望校の、ですね、問題だとしたら、ある程度8個とか12個ぐらいの単位のフレーズとか、もっと20個ぐらいのフレーズもあると思うんですけど、構文とかだったらそういうのを入れてですね、で本番行きましたっていうので、まずその問題を見て、自分の頭にあるもう固まってるフレーズですね、つまりパーツ、8ピースのパーツ、20ピースのパーツ、12ピースのパーツっていうのをある程度固まってパチッ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 って貼っていって、でそこにまだ埋まってない部分、溝ができてくると思うんですよ。その部分は自分の単語力と文法力でパチ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 と埋めていけば完成。これが英作文なんですね。なんで例文を覚えたりとかフレーズを覚えたりする人がいるんですよね。だから時間があれば別にそれで構わないし、自分はもう単語を一から生成して書けるっていう人で、そういう人はですね、フレーズ自分の頭に入ってると思うんですよ。何かというと、本当に単語と文法をですね、めちゃくちゃやってて、かつ英作文が単語と文法の勉強しかしたことないのに書けるっていう人、普通いないです。なぜかというと、まず言語を喋ってますよね。僕たち日本語喋ってますよね。こうやってペラ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 日本語が連続的に出てくるのって、ある程度頭の中にそういうパーツが入ってるからなんですよね。多くの人と、喋ったりコミュニケーションを取る中で、自分の頭にそういうパーツが入ってるからできることであって、で、そう言って僕単語文法しか勉強したことないんですって人はですね、リスニングとかリーディングを多量にやることによって、頭にそのパーツが入ってるんです。で、普通に、そういう人以外で受験勉強として英語をやってる人とか、英語苦手な人って単純に英語の勉強量少ないんで、リーディングもリスニングもそこまでやってないので、フレーズが頭に入るほどそんなに勉強してないんですよ。でもあなたは、その英作文の勉強とかやったことはないけど、単純に英語の勉強量が多いために、そういうフレーズが英作文の勉強としてではなく、他の勉強をしている間に付随的に入ってきてるんですね。なんで書けるんですよ。だからそれは単語と文法を一から組み立ててるんではなくて、自分の頭に無意識的にフレーズが入ってます。で、ない人は意識的にフレーズ、つまり8ピースとか12ピースとか20ピースとかのパーツを自分の頭に入れていきましょう。それが英作文の勉強なんですね。で、それをするときにやっぱりこいつはすごい機能すると。で、その機能する理由はですね、これ覚えるべきピースがですね、まとまってるんですね。この本のレイアウトとしては例題があって、こう書いたらアウトっていうようなですね、間違いの例があって、それを添削する形で解説が書かれているんですが、各文ですね、原則っていうのがあって、例えば、何々というものっていうのはこういうふうに書きましょうみたいな感じですね。原則っていうのがあって、その原則を使うような文章が取り上げられています。何々できたっていうのはこう書くよとか、他にはですね、何々時間後にはっていうのはこう書くかこう書くかだよみたいな話が、最初に載っています。で、あと、ね、文章の中で出てくる、品質表現ですね、何々しなくなるとか、焦ってどう書くのとか、何々違いないっていうのはどう書くのとか、英会話ってどう書くのこんな感じでですね、相手ってどう書くの、何々する限りってどう書くのみたいなことをですね、品質表現としてまとめてくれています。つ
まりですね、この英作文の参考書の使い方はですね、当然、例題を見て、実際のですね、解説を読んで文法事項とかの復習をするのももちろんなんですけれども、原則と品質要件というのは、つまりこの部分というのは、さっき言った8ピース、12ピース、20ピースのピースの部分ですね。そのピースの部分がきれいにまとまっているので、その部分に関しては、これ見ながら復習できるんですよね。見て見て復習できるので、単語帳のようにですね、ピースの部分は単語帳のように覚えていくというのを意識してください。で、このピースの部分は当然解答例に全部入っているので、なんで解答例は書きましょう。解答を覚えましょう。10回解答を覚えましょう。が、この、ピースの部分で覚えるべきものの骨格なんで、こいつらっていうのは、その、書いて全部覚えればいいんですけど、時間がないと思うから、10回書くならそこで、10回ぐらいは書いてるので、あとはじゃあ見ましょうか。見て覚えるにしましょうか。記憶維持は見て覚えるにお願いしましょうか。って形で、なるべく時間がかからないように、かつちゃんと記憶が残るようにですね、やり方を徹底していただければなと思います。そういった意味で、やっぱりこれ、ピースがですね、きっちりここだよって書かれてるのがやっぱりいいんですよね、この参考書。他の英作文の本、いろいろ見ていってもですね、あんまりなんかこれがピースだっていうのをドンって打ち出してるっていうのが結構少なくてですね、結局なんか例文をただただ全部書いて覚えるだけになって、なんかメリハリがなく、とりあえずなんか例文を覚えたらいいのかな、英作文みたいになってる人多いと思うんですけど、英作文の勉強はさっき言った通り、200ピースの重層パズルを、埋めていく作業なんだけれども、時間っていう制約があるから、ある程度、8、12とか20とかのピースを頭に入れた上でパンパンパンと貯めて、その残りの部分をつないでいくっていう勉強で、その残りの部分をつないでいくのには当然単語とか文法の知識がいるから、これのですね、解説ですね、解説の部分を読んで覚えてねと。で、ピースが全くないと200個1から全部埋めていかないといけないんですが、時間がなくなるから、これのですね、原則と品質要件っていう部分をですね、見て単語帳のように覚えることによってピースを頭の中に入れて、なるべく、早くですね、完成するようにしましょうということでした。今回も最後まで動画見ていただいてありがとうございます。いくつかお知らせの後に最後にですね、今回の話ぐちゃぐちゃっとちょっとしてしまったかもしれないので、カツッとまとめてですね、明日から何をすればいいのかっていうぐらいまで、カツッとまとめてですね、話を終わりたいと思います。このチャンネルではですね、受験勉強に関することを論理的にお話しするということをやらせていただいております。明日もですね、またですね、あなたの受験勉強のお悩みをですね、論理的に解決したいと思いますので、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また私はですね、東大、京大、阪大、医学部、首席合格者などのメンバーを中心にですね、シャリングナリスという教育サービスを運営しております。100% 論理的な受験勉強の計画でですね、第一志望を確実に合格したいという方、またですね、このようなメンバーがですね、作ってほしいといえばですね、あなたにぴったりの動画コンテンツを作成してですね、それがいつでも閲覧可能、かつですね、他のメンバーですね、シェアリングナイツの生徒たちが、作ってほしいといった動画も、みんなで閲覧できるという環境で受験勉強していきたいという方は、ぜひぜひ、1週間無料体験で、その環境の凄さをですね、実感していただければなと思います。はい、それでは復習です。はい、今回はですね、英作文の勉強、僕のチャンネルでは一発目だと思います。英作文に関してはこれまで触れてこなかったので、一発目ということで、この参考書の使い方ですね、を紹介しつつ、英作文ってどうやって勉強したらいいんだと思ってる人非常に多いと思うので、それを論理的にですね、解説させていただきました。英作文っていうのは200ピースの軸層パズルを埋めるものだと。で、それを埋めるにあたってゼロから作ってもいいんだけど、ゼロから作ると入試では時間っていう制約が全然間に合わなくなってしまうから、ピースですね、パズルの、8ピース、12ピース、20ピースぐらいの固まったものは、よく出てくる固まってるものは自分の頭にたくさんできるだけ入れておいてですね、入試の問題だったら、自分のこの塊が使えるわっていう、その塊をバーッと張って、残りは埋めていくっていう形をしていただいたら、作文の勉強としてはバッチリですが、このピースを暗記していくときにですね、実際にアウトプットする機会がないとですね、このはめるっていう行為が物理本番になるんですよ。で、このはめるって行為でミスったりするんですね、違うピースはめちゃったみたいなことがあるんで、それは添削ですね、アウトプットによって確認して、ちょっとここの暗記間違えたなとか、その自分のですね、メモリーですね、覚えている、ピースをですね、はめるときにはめるミスっていうのがなるべく起こらないように、ちゃんとこの頭にあるものがはめられるようにチェックするっていうのがアウトプットの機会なので、それもできる限り、できれば週1、2回は最低やるようにしてですね、で、またその反省をもとにですね、こことここ自分が理解できなかったなっていうのがあったら、文法書等で確認したりとか、また知識量が足りない、まだまだ表現の数が足りない、つまり、ピースのね、8ピース、12ピース、20ピースとかのフレーズの部分が足りないと思ったら、フレーズを一生懸命覚えようとしてですね、で、また挑戦して、で、また反省して、もうこの繰り返しですね、数学と一緒です。数学もセット演習して、振り返ってっていうのを僕はいつも話してますけど、それと一緒です。英作文も、アウトプットで出してみて、そのできない部分を論理的に分解して、それをインプットしてまた挑戦してっていうので、志望校の顧問で合格点を取れるレベルまで、申し上げてもらったらなと思います。
では今日の動画は以上になります。いつも高評価コメントしていただいて本当にありがとうございます。質問等々ありましたらですね、コメントでいただければ、確実に、ご回答いたしますので、遠慮なくしていただければなと思いますが、ですね、すごいふわっとした質問ですね、例えば、なんだろうな、偏差値10上げるには何をしたらいいですかみたいな質問されてもですね、何の科目でどういう模試でっていうような話になってくるので、なるべく具体的に書いていただければ、明日から実行できるようなですねアドバイスが僕も返せると思うので、広く聞かれるとその具体的には全く返せなくなっちゃうので、なるべく具体的に長文なくても構いませんので質問していただければなと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。